陽武氏は中華人民共和国古希多省出身の元男子体操選手。北京オリンピック団体総合、個人総合金メダリスト。中国国内でのニックネームは体操王。5歳から体操を始め16歳で中国代表に選ばれる。陽武氏の体型は、 体操選手としては決して理想的とは言い難いものであったが他の選手たちを圧倒する練習量で実力をつけ2000年シドニーオリンピックでは団体総合で金メダル個人総合で銀メダルを獲得した2004年金メダルの期待を背負って出場したアテネオリンピックではまさかの不審でメダルを獲得できずもう体操をやめようとも考えたが その悔しさをバネに2006年の世界選手権、オーフス大会では、団体総合、個人総合、平行棒の3種目で、金メダルを獲得した。2007年世界選手権シュトゥットガルト大会でも、団体総合で優勝、個人総合でも、史上初となる大会に連覇の優勝を飾った。2008年、地元開催となった、北京オリンピックでは、団体総合、 個人総合の両種目で金メダルを獲得した。2008年5月の四川王地震の際には被災した四川省に寄付するため釣り場で獲得した銀メダルをオークションに出品した。2009年5月7日に現役引退を表明。挫折をバネに絶えまぬ練習と成長を続けてきた洋岳氏を不屈の精神を称え、中国国家体操チームの練習場には ヨウタケを見習おうという看板が掲げられている。ヨウタケは2008年にシドニー五輪女子体操代表のヨウクモと結婚した。中国では比較的少ないオールラウンダーの選手で同世代の日本の富田博之やアメリカのポールハムラと何度も名勝負を繰り広げた。演技は難度重視の構成となっており、技の難度に与えられる演技価値点では トミタやハムを大きくしのいでいた。トップクラスのオールラウンダーとしては珍しく鉄棒が大の苦手。負けた時は悔しさを滲ませた表情を見せるが勝った時はそれほど大喜びはしない。陽武氏、万年ナンバー2が演じる逆転劇。ありがとうございます。